今回は、自動車専用道路、名阪国道が高速道路ではない事情について、小学生でもわかる感じで解説します。と言っても、普段は鉄道系を取り上げているため、名阪国道とはどんなところなのか知らない人もいらっしゃるかと思います。地図を見ても、皆さんこう感じたかもしれません。おい、名古屋も大阪も通っていなくね。これはタイトル詐欺か？名阪という名前がついていますが、名古屋も大阪も通っていません。三重県と奈良県のみをカバーしています。そんなわけで、少し説明したいと思います。名阪国道とは、亀山天理間の73キロを結ぶ自動車専用道路です。両端では、西名阪自動車道、東名阪自動車道と接続しています。名阪？名古屋も大阪も関係なくね、と思うところですが、これだとセットで名阪を行き来する道路網となっています。そんな名阪国道ですが、案内板はグリーンとなっていて、高速道路のような見た目です。ですが、法律上の扱いは一般国道となっています。通行料は無料ですが、地方によくある無料の高速道路とも違います。つまり、信号機のない一般道路というわけです。見た目は高速道路、扱いは一般道路となっているのです。というわけで、皆さんこう感じたかもしれません。おい、なんで高速道路じゃねえんだよ。この点について、ウプ主のおっさん、大雑把に調べてみました。それは、今から約60年前のことでした。もともと、三重県と奈良県は、名神高速道路のルートの候補となっていました。リニア中央新幹線のルートで通す案があった感じです。ですが、最終的には京都ルートになりました。とはいえ、今度は、三重県と大阪を行き来するのが不便なままとなりました。というわけで、国はこのように言いました。大阪から四日市まで有料道路作るぞー。有料道路、大師道路というプロジェクトをスタートさせる計画を発表しました。国道25号、国道163号などがありましたが、それでは不十分でした。こうして、名神とは別のプロジェクトが始まり、大阪側は西名阪道路、名古屋側は東名阪道路が作られることになりました。そして、残ったのが名阪国道の部分でした。この区間は、有料にするか、無料にするかで揉めていました。地元住民はこのように言いました。おい、有料だと使いにくいだろう。無料にしろ。道路網が十分ではなかった地域でしたが、名阪国道が有料になってしまうと、地元には優しくありません。よって、無料で供用されることを求めました。最終的には、日本道路公団での建設ではなく、建設省と奈良県、三重県が建設費を負担することとなり、その結果無料の道路になりました。そんな中、河野一郎という政治家が建設大臣になっていました。この時の大臣だった河野一郎は、地元の小田原市に、小田原厚木道路を政治家のパワーで作るなど、かなりのパワーを持っていました。この人はこう言っていました。おい、東名高速何度にの地元小田原を通さないんだよ。まあいい、代わりに小田原厚木道路さっさと作れ。地元に東名高速道路を作ろうとしたが、願いが叶わなかった結果、代わりの道路を作った実力があります。まあ、今の時代であれば、報道ステーションで忖度事案として報道されるかと思いますが、そんな出来事がありました。そんな河野一郎は、名阪国道についてこう言いました。千日で作るぞ。千日で道路を完成させることをポリシーとしました。とにかく納期を第一にしたため、急カーブ急勾配のある作りになってしまいました。ゆえに道路のデザインは規格外となり、あくまでも特例という形で準高速道路となったみたいです。そうした結果、1963年に建設計画が正式決定した名阪国道は、1965年には全線開通を果たしました。よって、事業化から2年くらいで完成したのです。そんな名阪国道ですが、皆さんこのように思ったかもしれません。おい、なんで国道なのに自動車専用道路にしたんだよ。実際のところ、1963年の時点では、自動車専用道路ではなく、単なる国道にする予定でした。よって、信号機なしが絶対条件になる感じではありませんでした。つまり、
信号機ありの区間となしの区間が存在する国道23号のようになる予定だったそうです。ですが同じ頃国はこのように言いました。全国各地に高速道路作るぞ。道路網の重要性が認められ全国各地に高速道路を作る計画を出しました。その中で名阪国道のエリアも高速道路のネットワークの構想に入る感じになりました。そんなわけで国はこのように言いました。自動車専用道路にするぞ。こうして名阪国道を高速道路のネットワークにあたるルートにするため自動車専用道路としました。とはいえ納期や地元の意見もあったため最終的には規格外の自動車専用道路になり法律上も国道となった感じです。まあこうした流れにより高速道路ではないものになったわけです。ところで皆さんこのように思ったことないでしょうか。おーい、なんかスピード厳しくね。なんで60キロなんだよ。名阪国道の規制速度は時速60キロから70キロとなっています。平野部は70キロですが山間部は60キロというわけでどっかその辺の道路と同じです。ですが数年前まで全区間で時速60キロになっていました。とはいえ2012年から2014年にかけて見直しが行われました。三重県と奈良県のおまわりさんがこのように言いました。なんかみんなスピード違反してるな。速度規制と実際に走っている車の速度が合っていないことに着目しました。要するにみんなスピード違反している点に着目し交通ルールが実態と一致しないと認めた感じです。よっておまわりさんたちはこのように言いました。平坦な部分は10キロアップするぞ。平坦な部分に関しては最高速度をプラス10して70キロにしました。ただきついカーブと勾配のある山間部についてはこう言いました。事故が多いからそのままにします。山間部は急カーブと急勾配があり交通事故が多いとのことでそのまま60キロとしました。こうして今へと至る感じです。また名阪国道の話ではないですが西名阪と東名阪についてこんな疑問を持った人もいらっしゃるかもしれません。おーい、なんで高速なのにこっちも80キロなんだよ。普通100キロじゃねー。西名阪道、東名阪道の最高速度は80キロになっています。普通の高速道路の場合平坦な部分は100キロが基本です。道路設計の際も100キロを前提として作ることとなっています。ですがこれら2つの場合は歴史が特殊なため80キロ設計で作られました。当時国はこのように言いました。一般道路の有料バイパスとして作るぞ。一般道路の有料バイパスとして作られた経緯があります。開通当初大阪側は西名阪道路、名古屋側は東名阪道路というネームでした。ですが1973年になると国はこのように言いました。扱いを高速道路にします。高速自動車国道という括りに編入することとしました。これによっていずれも高速道路の扱いになった感じです。ただデザインそのものは普通の高速道路ではなくお金を取るバイパス程度の作りでした。ゆえに設計速度が80キロで今もその状態が続いているわけです。以上、高速道路の扱いを受けていない名阪国道についての大雑把な解説でした。少し間違っている箇所もあるかもしれないですが、この辺は許してくださいね。今日も道路編になりましたが、授業みたいなものはいかがでしたでしょうか。よかったらコメントくださいね。では、本日もご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。